残念な結果になってしまいましたが、今大会を振り返っていただけますか。1回戦目はもう打って離れていく感じ、自分のペースで試合を組んで、もうダウン取った瞬間、トーナメントなんで、やっぱりもう試合流そうと思って、もう勝ちに行ってたんで、でも聞いてましたね、流したんですけど、最小限のローキックだったと思うんですけど、もう少しちょっともらいすぎたかな、ちょっともらいすぎだなって感じで、2回戦目はやっぱり山田選手がパンチなんで分かってたんで、もう。パンチのボクシングテクニックは自分の方がもしかしたらいけるなと思ったんで、まあそんな感じで、まあ久保優太選手は狙われましたね、弱いところ、まあ、自分も弱いところを顔に出したんで、まあそういうところも含めてトーナメントなんですけど、まあ実力だと思います。素直に認めて次に切り替えたいと思ってます。決勝戦で負けてしまった後、悔しがって涙も見ていましたけども、どんな気持ちでいたんでしょうか。いやー、もう少し気持ちが出れたかなと。1ラウンド目からちょっとロー効いちゃってたんで、折れてたんで、気持ちがもっと自分の中で気持ちの面でちょっと反省点もあって、ちょっと悔しかったなという感じです。ローキックのダメージは、やはり勇気選手のローキック、勇気選手です。勇気選手でやられました。で、2回戦目で結構もうテーピングで止めたりしてちょっと抜いたんですけど、ダメージ抜いたんですけど、でもダメですね。厳しいなと思いました、トーナメントは。普段からつけてらしてたらちょっとあれなんですけど、はい、左腕に巻かれてたあれは何か意味が、タイで、昔にちょっと練習してたんですけど、前田先生と行って、その時にお寺でもらったお守りです。それをつけてます。それだけです。今後の予定されている世界大会ですけども、はい、谷川さんが優勝久保は確定で、はい、まあ、次の候補は浦部選手と内定したけども、そこに対する世界に対する思いというのはありますか。やりたいですね、やっぱり早めに早めでちょっと世界の強さに慣れて、その日本のレベルも底上げができたらなと思ってるんで、やっぱり強さになれるなら強いやつをやるにはやっぱり早めがいいなと思ってます。何でも、はい、なんで楽しみですね、早くやりたいです、選ばれたらなんですけど、はい。